裏庭トマト園ご案内します。これが山椒木の芽、こっちが大和芋ですね。これがもみじいちご、このいちごの中で一番おいしいってあるもみじいちごにふきで、こちらが裏庭トマト園です。トマトいっぱい、はい、無農薬無肥料ですね。で、苗で買ってきたのを植えてます。こういう感じ、結構大きくなってますね。よく見るとこういう感じでたわわに、はい、いっぱいトマト実ってます。じじゃん、こういう感じ。わー、いっぱいついてるな、こっち。でれん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 、はい、たくさんトマトがいっぱい、トマトいっぱい食べ放題。じゃあちょっと種類が違うと思ったら、さっきの長丸いな、愛子さんですね、愛子様です。はい、とこういう感じでトマトいっぱいです。これが北側の庭で、日当たりそんなに良くないんだけど、結構ここが一番生育が良くて、連作障害とも言われますけど、毎年この同じ場所にトマトを植えます。で、そうですね、こういう感じで、この苗で育ったのが大きいやつで、これ脇芽取っちゃいましょう。脇芽取っちゃえ。で、このヒョロヒョロと細いのが、これが種で育てたやつです。この苗の大きいやつは梅雨が終わると同時に大体枯れちゃうから、こっちのその後にこの細い種で育ったやつが大きくなって、またトマトが取れるって感じですね。で、コンパニオンプランツということでして、よく知られているバジルに、セロリだったりさつまいもも植えています。こっちはフキ、ここはほったらかして生えるものばっかりですね。これ、ナワシロイチゴ、このイチゴ大好き。ちょっとキュウリがあったりね、こっちのカラスよけのカラスさんとフクロウさんっていう感じ。はい、もうちょっとしたら美味しくなるかな、楽しみ。